皆さんこんこにちは、浜江の剣持です。本日ご紹介いたしますのはこちらの方「デイラー・ウィズ・リスペクトの最新作の一つ「スウェルを本日はご紹介いたします、えー、使い心地のいい丸みのあるボストン系レンズシェイプ、えー、レンズシェイプのここの部分をですね逆三角形のようなテイストを取り入れることでキリッとしたすっきりとした印象を作り出せるというアイテムに なっております、えー、男女共に使いやすいというこのスウェルなんですけれどもテンプルもですね、えー、長手テンプルになっていて重心のバランスも取れていて、えー、SG テンプル形状でお顔の、えー、包み込むような えー、フィット感が作り出せるということもありましてなかなか使い心地非常にいいアイテムになっております実際にかけたところもご覧いただきたいと思いますまずはこちらの方ブラックゴールドグラデーションというカラーなんですけれどもかけてみるとですね非常にキリッとした雰囲気も作り出せるような丸みのあるレンドシェイプになっております、えー、この雰囲気かっ かいいですしソフトさも程よく持ちながらもキリッとした印象が作り出せるという魅力的なアイテムになっておりますこのゴールドの部分のリムもですね意外とあのちゃんとリムのフレームの印象ありながらも肌なじみのいいお色になっているということもありまして使い心地の良い,いバランスに仕上がっているというのが魅力になっております、えー、なかなかかっこいいフレームに仕上がったんじゃないでしょうか 他カラーもご覧いいいたただきたいと思います。こちらはブラウンゴールドグラデーションというカラーなんですけれどもブラウンにすることによって先ほどよりもですね非常に肌なじみよくソフトテイストに仕上がっているというアイテムですカラーが違うだけでもここまで印象変わるのかと思わせるアイテムなんですけれどもこういうソフト系カラー,、えー魅力的に感じていただける方結構多いんじゃないでしょうか使い心地のいいというところもありまして人気定番カラーになりそうなアイテムになっております えー、他カラーなんですけれどもこちらの方バイオレットゴールドグラデーションというカラーですブルー系なんですけども華やかさ感じさせるようなお色に仕上がっているというカラーですね男性向けというよりも女性向けなのかなというカラーなんですがかけてみますとこのように。 意外と使い心地のいいアイテムになっております男性でも十分に使えるアイテムになるんじゃないでしょうか華やかさも感じさせながらもこのブルーがですね結構かっこよく映えるアイテムになっております、えー、こちらの方のバイオレットカラーもなかなか魅力的な仕上がりになるんじゃないでしょうか そしてこちらの方はカーキ系カラー非常に充実してるんですけどもなかなかこちらのアイテムも魅力的に仕上がっておりますかけてみますと程よくソフトテイストなんですけれどもこの、えー、血の部分が上にあるからなんでしょうけれども 程よくキリッとした印象をそれでいてソフトテイストで肌馴染みのいいというアイテム。なかなかこのカーキも魅力的なフレームに仕上がってるかと思います。乾き系からグリーン系からちょっとチャレンジしたいなぁなんていうふうに思っていらっしゃるような方にぜひ試していただきたいカラーになっております。そして最後にこちらの方がマットブラックです。えー、フルリムタイプの光沢ある ブラックよりもですね、マットにすることによって、かけると知的な印象と落ち着きも感じさせるようなテイストに仕上がっているっていうのが、このマットブラックの魅力になるかと思います。使い心地のいいバランスとこの色合い、個人的に非常におすすめのカラーなんですけれども、えー、ぜひこちらの方も試していただきたいカラーになっております。 本日ご紹介させていただきましたのは、使い心地もいいバランスの取れたスウェルというアイテムです。ぜ、え、ひ、ー、楽しみながらお選びください。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。